ハム、貯金12。日本ハムロッテ21回戦。日本ハムがロッテに6対1で勝利。ハム勝ちました。ハム2連勝。貯金12来た。2勝1敗で上出来や。また貯金増やしたぞ。新固め来た。新庄采配ズバリ。あっさり勝った。今日は加藤レイエス水野かな。安定感あるわ。水野がいる喜び。レイエス今日も飯うまやるかな。ロッテ負けました。しゃあない。エスコンおしまいか。無気力無抵抗。最後がこんな試合とは。佐々木朗希破壊試合で最後とか。もうエスコン勝てる気しない。ロッテ先発佐々木 1.1 回無失点。佐々木また離脱か。佐々木にとってエスコンは鬼門だわ。佐々木はリリーフクラッシャーだよ。ロッテリリーフ坂本 1.2 回6失点。坂本気の毒にな。坂本ひどすぎて草。坂本基本塁打だけはゼロだったのにな。日本ハム先発加藤8回1失点。加藤すごいな。加藤ナイスピッチ。何気に加藤8本もヒット打たれてた。ロッテ打撃成績。荻野タイムリー。荻野さすが。荻野ナイス。日本ハム打撃成績。水野先制ツーランホームラン。水野兄パワー来た。水野復活だ。マルティネスタイムリー。マルちゃんいいところ飛んだ。マルきっちりお仕事。レイエススリーランホームラン。レイエスやばすぎる。レイエス月間 MVP 濃厚だな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。